宮之浦岳は、鹿児島県の薬島中央部の山である。標高1936メートルで、薬島の最高峰であり、九州地方の最高峰でもある。山域は、ユネスコの世界遺産、薬島として登録されている。日本百名山、一等三角点百名山の一つでもあり、西日本では、四国の愛媛県、石槌山、徳島県、剣山に次いで、 第三の広報である。三名の由来は、マスク神社の立つ、港の集落が宮の浦と呼ばれるようになり、宮の浦集落の山岳信仰の山として登られた、ことから、宮の浦岳け円形。太鼓岩より、熊毛屋薬島町内にあり、長田岳、栗尾岳とで、薬島三岳と呼ばれる。1000万年以上前に、地殻変動によって隆起したと言われており、 主に河口岩で形成されている。屋久島では、もっちょむ岳、愛子岳など麓より見える山を、前岳、け、麓より見えない山を、奥岳と呼んでおり、宮の浦岳は、奥岳の一方で屋久島最高峰である。長田岳を除き、奥岳は、海岸沿いの人里からはその姿を望むことができず、山の上か海上からしか見ることができない。屋久島尺ャげのつのみ。 5月下旬、宮の浦岳登山道沿い。地質は河口岩からなり、山上では侵食された祈岩が多く見られる。植生は、標高約1600メートル以上の山頂部は、薬島岳に薬島尺投げビび宮マ白審などが点在する風潮草原で、その下に薬杉、姫シャラなどの樹林帯が広がる。長年、 宮の浦岳の標高は1935メートルとされ、薬島島内ではいつも曇って見えんでござると覚えられてきたが、2001年に国土地理院が標高を測量した結果、それまで最高地点としていた三角点により、南東へ約5.3メートル離れた岩盤の上が最高地点であることが判明した。これに伴い、同年12月から宮の浦岳の標高は、 1936メートルに改められることとなった。薬島では登山道を歩道と呼ぶ。よく歩かれているのが、縄文杉ルートと淀川ルートである。淀川ルートは、見客者なら日帰りも無理ではないが、その他のコースは、山中の山小屋に泊まることになる。宮の浦岳の山頂と栗尾岳1970年頃までは、楠の木川別れから安房川南沢右岸をたどり、 石塚集落、10キロメートル峠を経て、花の江川に達する旧安房歩道が、一般的な登山道だった。深田久也も、1939年に、小杉国尺罰所から花の江川を経て宮の浦岳に、登ったと、日本百名山に表している。現在も、国土地理院の地形図には、この登山道が記されているが、淀川登山口へ至る安房林道の発達。 小杉谷事業所の廃止、大株歩道の人気の上昇などにより、旧安房歩道は後輩の一途をたどり、現在では廃道となっている。現在の安房歩道は、薬杉ランドから石塚小屋を経て、花の江川へ立っている。縄文杉の近くにある高塚小屋、薬杉と姫シャラの森に囲まれている。いずれも、無人の避難小屋である。薬島の山間部の年間降水量は、 一万ミリメートルを超えると推測されている。実際に薬島の山岳の東側中腹の薬杉ランドや淀川登山口では年間一万ミリメートル以上の雨量がしばしば観測されている。その一方で黒見岳山頂付近では年間五千から六千ミリメートル程度が観測されている。宮の浦だけを含む薬島を流れる河川は1985年。 薬島宮の浦岳流水として、名水百選に選定されている。長田岳宮の浦岳栗尾竹岳薬島三岳。画像のように、クリオは他に比べ規模が小さいために、黒見岳を薬島三竹の数峰として扱うこともある。宮の浦岳周辺の奥竹。宮の浦岳の薬師家。平石岩屋付近。背景は長田岳。ありがとうございます。